みちのこチャンネル。ちょっと考えてみよう。おやさまのお話。楽しい、腹が立つ、嬉しい、辛い。私たちの心は毎日いろいろ変わります。おやさまはどんな時でも明るく陽気に暮らすためには心の使い方が大事だと教えてくださいました。ここでは親様のお言葉をもとに私たちの心の使い方についてちょっと考えてみよう。もったいないはケチンボのセリフ？もったいないって言葉知っていますか？ゴミ箱に捨ててあるまだ使える消しゴム、後ろ半分が真っ白のまま忘れられたノート、まだまだあります。歯を磨くとき水道の水を出しっぱなしにする、部屋の電気をつけっぱなしにして忘れている、これってもったいないですよね。なぜ？水道代が上がるから？電気代が無駄になるから？おやさまはこの教えを広めるとき、当時の国の考えと合わないという理由で監獄所や警察署にもお入りになりました。その取り調べの最中のことです。徹夜の取り調べの後、夜が明けて明るくなりましたが、巡査の机の上のランプがまだ灯っています。親様はランプに近づき、ふっと消されました。居眠りしていた巡査が驚いて怒鳴ると、もったいないから消しましたとにこやかにお答えになりました。親様は油の代金がもったいないから消されたのでしょうか。いえいえ、油そのものが神様からのお与え物だから消されたのですね。それがたとえ今自分を責めている警察のランプでもなのです。考えてみたら、油を買ったのは警察かもしれませんが、作ったのは警察ではありません。水道だって電気だって料金を払うのは私たちですが、水も電気も私たちには作れません。すべてが親神様からのお与え物なのです。だから感謝して使いましょう。もったいないっていう言葉は決してケチンボが使う言葉ではありません。感謝の心をいっぱい持っている人が使わずにはいられない言葉なのですね。